中京 TV スポーツ。お疲れ様です。お帰りなさい。お疲れ様です。だいぶ気分違うんじゃないですか。帰省ですか。はい、そうですね。なんか気持ちよくオフできてます。いつものお店に。帰ったら絶対行く。注文入れてるからいい。さあ、食べよう。美味しそうじゃないですか。マグロはね、これ最初に食べる。異常なし。どう？うん。異常なし。異常なし。最高じゃない？うん。愛されるコーチですよね。ああ、愛されるね。こうみんなに、みんな仲良かったですよ。私の周りの選手。違ってる人はそんなにいないですね。恩返ししたかったですけど、結局中学生の時のベストはずっと抜けてないですし、もう本当原点ですし、初心に戻れるというか、なんか分からなくなった時とかはここに戻ったりします。完成されましたからね、あそこでほぼ泳ぎとかも正直あそこで完成されちゃったし、なんかもう一度なんか二ブレでまた輝いてる姿みたいなのは見せないとなとは思いましたね。本当とんでもない才能を持ってるの で、はい、でそれがもういろいろ負のスパイラルに入っちゃってたのが、はい、まあ、ここでリセットできたっていう、平泳ぎに関しては本当に天才だと思うので、もう逃げずに平泳ぎと向き合おうって思いましたね。まあ、すごい順調に詰めてるとは思いますし、すごく前向きに練習は取り組めてるんじゃないかなっては思います。もうとにかく2ブレで自己ベストを出したいなって思ってて、まあ、もちろん優勝するのもそうなんですけど、その内容をしっかり求めていきたいなというふうに思ってます。出ないです。どうぞ。大丈夫です。すごい自分の大きいのだけ入ってる。ありがとうございます。
ございます。今起きたみたいな。すぐ寝る。散々うるさくして。本当にそれ、寝るのは一番早い。みんな寝始めて、はい、やっぱこうやって時間かかるじゃないですか。はい、でも私はもう寝ようって思ったらもう5秒で寝る。絶対放送されんなこれ。足がずれてきちゃう。本人も多分そう思ってると思うんですけど、相当手応えあるんですよ。まあ、できるだけ早くその22っていうところをクリアしていければ19秒とかっていうのもまあ全然夢じゃないというか、まあリアルになってくると思うんですけど、だからまずはその、まあ、ベストというか、まあ、22秒台っていうのを出すことが、まあ、その来年再来年の20秒19秒とかにこうそうつながっていくんじゃないのかなっていうふうに思ってます。本当に辛いことあって、正直やめようと思ったら全然やめれたし、逃げようと思ったらいつでも逃げれたんですけど、なんで逃げなかったのかなって考えた時もなんか自分の理想とする今いるなみたいなのがあって、なんか多分今いるなじゃなかったら逃げてたなっていうふうには思ってましたね。なんかなんか自分そのものがプライドな気がします。ない調子悪い。あ、普通の炭酸ならある。何しちょうだい。炭酸ぬるいこの辺に来たら1秒ぐらい更新してるかなと思ったんだけどな。負けると思ったっしょ。これポッチも持ってますね、負けるなんて。とか言って緊張してたんじゃないの。え、思い出しますね、なんか本当たくさん反抗もしたし、本当に一緒にいた時間長かったので、やっぱり早くベスト出して報告したかったんで、ちょっと今年はいい報告できてよかったです。まあやっとベストっていうその壁は乗り越えれたんで、次は世界大会のメダルだったりっていうのを見せれたらなとは思いますね。